A research laboratory at the University of Electrocommunications is conducting R&D on a system to prevent two people approaching around a corner from colliding. この影がですね、このように動いていくという装置になります。で、この影が向こうから来た人が近づいてくるかのように動くので、こちら側をこう歩いてきた人がこの影を見ることで、たとえ携帯を見ていたとしても、本を読みながら歩いていたとしても、人が来たことに気づけるようになることを目指しています。人が通過することが分かるようなセンサーを向こう側に置いて、でこのように影を表示する部分をこちら側に置いてと、その2つの装置で構成されます。で実際にこの装置自体は向きの EL という表示器を使っていまして、非常に薄型で構成することができます。物体が近づいてきて、しかもその輪郭が急に大きくなるという、見た目にすごく敏感に反応するように動物はできています。なので、この影もだんだん大きくなるように作ることによってすごく近づいてくる、我々は接近感と呼んでいるんですけれども、その接近感が非常にあるような効果を狙って、この影がだんだん大きくなるという形にしています。